あ、皆さんこんにちは、ビーティオーション顧客サポート部のランチです。ということで、はい、ですね、今日は女子の日ということで、女子の日あれちょっとおかしい、女子の日じゃなくて、はい、今日は女の子の日ですね。女子の日ってなんかちょっと意味がおかしい。はい、ということで、ちょっとバービーをバックグラウンドで、全然見えないから意味ないよね。こうした方がいいんかな、こっち、いや、やっぱこっちかな、うん、みたいな、ちょっと、はい。っていう感じで、はい。以上です。キャー、かわいい。女の子の日、大丈夫大丈夫じゃないです。はい。出た、ナンシーだ。金返せ。なんでですか？何のお金ですか？はい。ということですね。やった。初めて見れた。あら、嬉しいですね。はい。ありがとうございます。いや、今日はですね、ナンシー、実は、そんなにやる気がないというか、そんなことないですよ。やる気はあるんですけど、なんかいろいろあって今日、みたいな、こんなこと、あんなこと、みたいな感じですごいバタバタしてて。はい。そうなんですよ。ってことで、本日はですね、デマーカー。はい。MT4 で言うデマーカー。まあ、MT5 でも一緒ですね。ごめんなさい。ちょっと女の子の日なだけに、ちょっとキューティクルオイルを塗ってます。マニキュアじゃないですよ。舐めてんのかって、舐めてはないです。はい。ということで、月で来るから、めでたくもねえだろ。月一。男子の場合ですね、ちょっと正直、月一じゃないんですよ。はい。男子かなって思うぐらい、ちょっとまずいんですよね。はい。どんなこと？香港今暑いの？今はですね、いや、香港も実はちょっと寒くなって、寒いって言っても、男子の寒いって15度なんですよ。で、今それぐらいです。15度からちょっと気温上がってくるみたいな。はい。こんばんは。今日もよろしくお願いします。お願いします。ストレス溜まってるんですね。わかります。はい、おぽじれ。きついな。はい。ということで、はい。デマーカーについて、ちょっとなんかね、コメントでもらってたんですよ。デマーカーいいぞ、みたいな。そう。で、何人かなんか、ああ、よかった、みたいなことを言う方がいたので、なんしそのデマーカーを今日初めてですね。はい。初めて知ったんですよ。実際、MT4 とか見て。なので、それをちょっと今日は使っていきたいと思います。はい。ということで、以上、ちょっと向かいますね。デマーカーいいって言う、デマカなんつって。面白い。今の面白い。家、今、朝、3度だよ。MT4! ってことで、はい。寒いのに苦手なんし、はい。もう夏気分ですよ、心は。はい。もうそろそろ夏だな、みたいな。何しようかなって思って、早速、セーリングのコースを取ろうと思って、ヨットの方ですよ。はい。コースを取ろうと思って、5月の予約を、はい。予約をですね、昨日の夜かな。はい。ちょっと、連絡してました、先生に。はい。ってことで、まあ、行きましょうか。ですね、ちょっと待って。これをこうして、で、これをちっちゃくして、で、みんなからのコメントを表示するようにして、こんな感じかな。はい。自分の顔は見たくないので、はい。こんな感じでいっか。はい。っていうことで、で、次に、カッパさんだ。あ、こんばんは。はい、ナンシー、今日もちゃんと見れてるやん。帽子似合ってる。ありがとうございます。この帽子結構昔から、はい、被ってるんですよ。まあ、それはさておきですね。はい。デマーカーを見ていきたいと思うんですけども、ちょっと待って。これどういう表示にしようかな。いや、なんかちょっと変な表示が出てきたんですよ。あ、これでいいんか。
はい。こうやって、こうやって、MT4。これで見れるかな、みんな。ちょっと見てみよう。え、どうやったらいいんだろう。ちょっと待って。ちょっと、手こずってる。いや、今日は本当は違うライブ放送方法でやろうと思ったら、ちょっとですね、あまりうまいこといかなかったんですよ。だから今日は無理だって思って。はい。これでいいかな。こんな感じ。MT4 が全然見れないね。はい。では説明していきますね。MT4、このデマーカーっていうのは、insert と押して、挿入か。で、indicators と押して、確かトレンドだったかな？あ、違うわ。oscillators か。で、demarker っていう、これ。はい。これを利用していきます。OK ですか？ここまで。indicator、oscillator、demarker ね。挿入。その通り。はい。そうです。では、これでちょっと見ていきます。これですね。何なのかっていうと、直近レートと前のローソク足の価格を比べてるテクニカル、うん、だそうです。で、デマンドが多いかどうかをチェックするものみたいだそうで、なんのこっちゃみたいな。あ、ちょっと待って、下がってきてる。ちょっと待って、ドル円買う。あ、売る。ちょっと待って。とりあえず売ってみる。とりあえず試しに1000円から。ちっちゃみたいな。まあ、一応ね。で、デマーカーの基準っていうのは、10.7 と10.3の間にあって、で、10.7 からまあ、こう下がってくると、まあ、売りですよね。本当に逆張り利用、うん、なんですけども、しかし、そうだ、忘れてた。今日、ナンシーがしたかったのは、はい。ナンシーがしたかったのは、それだけじゃないんですよ。これだけだったら、オシレーターで、はい、終わりみたいな感じなんですけども、insert the indicators で、ボリンジャーバンズ、はい、も利用していきたいなって思いました。なんとなくね、試しに。テンプレットって何し、セーブ、ローテンプレットか。デマーカーとね、BB っていうの、はい、作ったんですよ。ちょっと太めにしてのわざとですよ。いつもこんなんじゃないです。はい。ふぅ、はい、いけた。デマーカー、はい。とりあえず1個利益、はい、1000円で喜ぶなみたいな。本当ですね。デマーカーのここにタッチした時に下がってくればと思ったんですけど、それなかなかないか。てかこれ検証してないんで、はい、検証はしていないんですけども、でもとりあえず、はい、とりあえずロー入れて、で上がればまたもう一度ローを入れます。で、今日はちょっと昼時トレードして5万、はい、ナンシー利益上げたので、その方法は、ナンシーのブログに行って、で、毎日トレードをリアルタイムでツイッターでも上げてるんですけども、それを見ていただいたら、どのように取引してるかっていうのをリアルタイム、できるだけ極力リアルタイムで今購入とか入れてるんですけども、やっぱりね、購入してから打つんで、ちょっと大変なんですけども、必ずブログではその履歴、どういう手法を使って、で、最近はちょっと勝率も書くようにしてて、はい。今日の勝率はね、書いてないわ、多分。あんまり良くなかったんですよ、正直。うん。向きになって本当にマーチンゲールで勝ったみたいな。タイミングはちゃんと使ってなかったんですよね。うん。反省、反省。反省はしてるけども、なかなか難しいでしょ、だって。はい。ルール通り行くって。でも、ルール通り行ってたら、ちゃんとしっかりした手法です。利用法はまた書いてます。マジ。でも、乗っかるしかないよね。とりあえず、ロー入れよう。はい。また上がってきたら、この辺でもう一回ロー入れます。はい。こんばんは、ナンシー。入ってきてる、入ってきてる、コメント。騙しはやっぱあるのかな？あると思いますよ。やっぱりありますよ。それ、これ、外人トレーダーの、なんか、デマーカーの中を見ていったんですよ。いろいろと。そしたら、やっぱ騙しも、やっぱりね、騙しは好きもんなんですよ。だから一つだけ、例えば、ナンシーはいつも注意してるのは、こう、オシレーターだけとかじゃなくて、トレンドだけじゃなくて、名前がある以上、トレンドオシレーターって、こう、違いありますよね、MT4 でも。それがある以上、結局は、そのやっぱ組み合わせがなんか硬いのかな、みたいな感じで、ナンシーは
思ってます。だから1つだけ利用するんじゃなくてせめて2つで、数多くあったら何しごちゃごちゃになってくるんでいつみたいな感じになるので、それはしたくないんですよね。でもできるだけ2つ、うん、利用した方がいいと思う。マジ？なんか超嫌な感じ。ほうほうほう、上がってきたぜ。無理、これは購入できないわ。ボリンジャーバンドだって今7より下がってるから上がってこなくっちゃね。しかもボリンちゃんにタッチしたらちょっとローしちゃうかもしれないけど、今これではローできないでしょ。何のために取引を載せるんですか？結構何のため、やっぱり自分の振り返りもできるし、結構されてる方もいますよ、ブログとかで。自分 の, あの取引履歴の振り返りとかもできるんで、反省できるんですよね。何しは反省しないんですけども。ちょっとこの辺りでロー入れます。はい。何しは反省とかしないんですけどね、あんまり。はい。しかし、そういう中で、はい。で、やっぱり何し本当にそれ勝ってるのみたいな感じで思われても、何し悔しいので、はい。それが結構理由かな、主な。本当にしてるんだよみたいな感じで、そのために上げてます。で、ナンシーやっぱり最近どの手法使ってんのっていうのも、結局こういう動画提供週に3回してるんですけども、動画提供してる中でナンシー最近何が好きみたいな感じで聞かれることも多いので、やっぱそういう時に、あ、この勝率が良かったよっていうのが本当に まともにこうデータがあると話しやすいので、そのためにも、うん、つけてます。おい、ナンシー、国はどこなのよ？私ですか？私はアメリカ人ですよ。はい。アメリカ人って言ってもいろいろあるんですけどね。はい。来ました。あ、デマーカーの手法知りたい。そうなんですよ。知りたいでしょ？そう。デマーカーは、基本的に今見てるけど、今、これはもう OK。もうデマーカーの手法に戻ります。水平線手法になってたの、ちょっと。デマークは基本的に70こう下抜けてきたら入ろうみたいな。もう CCI と一緒ですね。で、10.3より上がってくればはい、はいみたいな。結局デマンドがどんだけか。なんかね、直近のレートとローソク足の価格をなんか見てるそうです。うん。めっちゃ下がってきてるね。ちょっと他見ていきましょうか。ドル、スイス、フランも結構抜けてるよね、これ。見て、ほら。ポンドドルは？まだだね。ユーロドルは？おお、結構抜けてる。ちょっとユーロドル見ようぜ、これ。ユーロドル行こう行こう。ユーロドル。ユーロドル。ユーロドル。ほいよ、来てるよ。ちょっと待って。ちょっと私も購入しちゃう。てか、ボリンちゃんにタッチしてるからね。そもそも。で、その後にデマーカーこう乗ってこればそれでいい。でも、0.7 以上なのでいいですよね。でも見て、ここ。こういう風に騙しがあって、騙しというか、だから結局ここ下がってくるところでも全然遅くないんですよね。何し思いっきり今購入してるけど。そう、下がってきた時でも遅くないんかな。どうかな。いやー、でもね、こう、ツタツタツタって下がってきた時ぐらいに乗っかるんが一番いいんかな。でも足が長いからね、この辺怖いよね、正直。騙し対策で平均足を使ってます。なるほど。それはいい方法ですね。確かに。どうやって使ってるんだろう、でも。どういう、なんかルールがあれば、また教えてください。ひゃー！上がってきた。やだ。下がれる。足が超長いんですけど、ここ見て、ほら。足。マジ？辛い、どうする？あ、てか、長めの取引でもよかったからね。ちょっと長めにしよう、次。いや、3本でいいか。はい。あ、でも今のライン基準が分かんないから、こうしとこう。はい。男は黙って、マックD1なんとかだろ MQ。 どういうことですか？マックDだけでいけっていうことですか？男は黙って、面白い。いやー、来たな、これ。上がってくるってか、バンドウォークしてるよね、完全に。やっぱ長めの足でいこうか。で、今で1000円負けてるから3500円でしょ。そっか、6000円ぐらいいっといた方がいいな。
ちょっとコピーしとこう。デマーカーは、うわぁ、デマーカー全然降りる気配なしなんですけど、ちょっとボリンジャーバンドにタッチしてからにしよう。無理、待てないわ。あ、我慢して息止めてみたけど無理。はい、ビットコイン使ってますか？ビットコインは使ってないんですよ。やってるんですか？ビットコインちょっと何し興味あるんですよ。てか正直みんなビットコインビットコインって言うけども知らないんだよね、何し。うん、なんかすごい、あの何、何だったっけ、出てこない。ブルームバーグでもニュースでも結構出てて、1年前かな、なんかすごいビットコインがもう2年前かな、なんか最悪にこう落ちた時に、その時ぐらいになんかブルームバーグってすごい取り上げられてて、今が買い時だよ、投資時だよみたいな感じで聞いたことあるんですけどね。今は結構また今は結構上がってきてるみたいなんですけどね。今ちょうどデマーカーが 10.7 まで落ちてきたので、ここで一度ちょっと何しテスト代わりにちょっと1分で実際ここで購入しても遅くないのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。はい、でさっきのにちょっと戻ろう。3分1分足に平均足を入れてます。 1秒に足に平均足を入れてみます。え、なんか頭がおかしくなってきた。ナンシー男だったのか。あの、ナンシーの PPAP の踊ってる動画があるんですけども、あのブログに行くと PPAP っていうタイトルであるんですけども、あれ見た方で、え、ナンシーこれ？みたいな感じ言われました。なぜか見てのお楽しみということで、はい。で、見た時にはポチッと直してね、はい。最近ビットコインの稼ぎ方を教えてもらいました。いいですね。ナンシーもちょっと探ってみようかな。あ、ていうかさっきの1分どうだった？ダメか。さっきの1分。ああ、ダメだったんだ。しょうもな。しょうもなとか言って。まあ、とりあえずこれがうまいこといけばいいんですけど。初コメン応援してるよ、よろしく、ありがとうございます。デマーカーエントリー出遅れないかな。デマーカーエントリー出遅れない、どういうことですか。さっきの3分やったらいけてたんかな、どうなんだろう。3分の方が良かったんかな、もしや。かもしれない。はい、とりあえず3分は買ったっぽいですね。PPAP 踊ったのか、踊りましたよ、PPAP。ちょっとびっくりだったけど。あ、ちょっと待って。あ、まあいいや。はい。ということで、お邪魔します、ナンシー太郎。ナンシー太郎。おいおい、コーヒーカップもアメリカンサイズ、アメリカンサイズ入りそうじゃねえかよ。アメリカンサイズですよ。もちろん。はい、他ちょっと見ていきたいと思います。ほうほう、ちょっと待って、ドル円ちょっと行こう。ドル円、戻ります。ドル円。ちょっと1分でやろう。さっきの1000円入れて、はい、ちょっとローしてみます。っていうか、デマーカーめっちゃ超えてるけども、なんかボリンジャーあたりでうじゅうじゅしてるので、なんかいいかなと思って、ロー入れてみました。あー！嘘でしょ？マジ？わかった。そしたら、5分取引でちょっと長めでいこうか。いや、3分にしよう。
あ、でもボリンジャーにタッチしなくちゃダメなんで。うーわ、来たー。はい。これバンドウォーク、超バンドウォークですね。私カジノでお金を若干増やしたんですが、読めないな、ちょっと待って。お金若干増やした FX も法則が分かれば増やせますか。 FX、 そうですね、あのですね、カジノで例えてしまうと OK、 ちょっと説明します。あのですね、ギャンブルっぽい。まあ、FX ってギャンブルじゃないんですよね。まあ、ギャンブルっていうやり方もあります。なんでかというと、もう一発勝負や、ビッグでいけ、ボーンみたいな感じで入れる方もいて、こうなってくると、ギャンブル。もうカジノと一緒ですよね。要するに。で、どういうふうにギャンブルっぽく、ある、こう、あれから離れるかっていうと、こういうテクニカルを利用して、こう取引をして、手法通りにこうやっていくっていうことで、ギャンブルから割いて、本当に他のトレーダーさん見てるテクニカルでこう取引するっていうのがポイントなんですね。でも本当にカジノ狙うの超反博打みたいな感じで、もう赤か黒みたいな感じで狙うんであれば、FX よりかはバイナリーだと思います、正直。はい。なぜかというと、証拠金とか必要であったりとか、レートがこんだけ動かなくちゃ儲けれないとか、そういうのがなくて、バイナリーオプション、本当に購入した分が損失となるので、もう5000円、今私が購入した5000円であれば、5000円が最悪の損失。で、利益になれば4000円、プラス4000円ですよね、9000円バックなので。なので、そういう意味ではあれなんですけど、でも、ナンシーは、ちょっとギャンブルっぽく正直やるときもあるけども、でもこうやってテクニカルをやった方が勝率上がるっていうのは間違いないです。はい。はあ、説明どうかな？分かったかな？ちょっと難しい。まこ、俺の中のナンシーの株価ストップワン。どういうこと？はい。張り付いた5分の方がいいね。そうですね。ボリンジャーとか、ここ、バンドワークしだしたら結構1、2、3、4、5、5つ目ぐらいで。徐々に落ちてくるんで、喉がやばい。ちょっと干し柿食べます。はい、そうなんですよ。ハローナンシーってことで、はい、団子三兄弟手法とか、あ、団子三兄弟手法結構、はい、好きですよ。でも最近利用してないな。SMI と、RSI の組み合わせですよね。あともう一個なんだっけ、忘れた。あ、EMA だ。はい。人生すべてギャンブル。へえ。かっこいいこと言いますね。はい。飲んだくれですか？はい。ナンシーこんばんは。帽子かわいいけど。ありがとう。ありがとうございます。はい。あ、終わった？あ、終わった。よし。うん。こんな感じ。はい。もういいでしょ。利益になったし。ね。どう？で、今あと何分？もうあと7分しかないよ。だからやめる。はい。勝ち逃げ？うん。もちろん。はい。ナンシー、ルール無視で有名です。そう。まあね。でも、ルール通りやることもあるよ。はい。ありがとうございます。相変わらず日本語流暢だな。ありがとうございます。お前らナンシー、株は整理ポスト、銘柄。整理ポスト、銘柄。銘柄だぞ。どういうこと？干し柿って台湾でも売ってるんだね。あ、台湾じゃないです。香港です。売ってますよ。え、中でも変な入ってる。あ、種か。え、これなんだろう、この黒いの。何これ、食べれるかな、これ何、答えて。そうしなくちゃ食べてしまいそう。今日も干し柿、もちろんです。はい。この中にはね、イチジクと干し柿が入ってる。人形怖っ。ギョロって。はい。テントレーダーの画面じゃないと見にくいな。あ、テントレーダーですか。また、そうですね。ニコ生だとね、ちょっとね、またテントレーダーもやりたいと思います。利益、産んだんですね。え、どういうこと？産んだって、え、どういうこと？利益になったんですねってことかな。利益なりましたよ、今日。いくらになったんだろう、でもトータル。ヒ
セールからどんだけプラスになってるかわかんないけど、今59,680円です。はい。なかなかいい感じ。日本何年いるの？日本にはいないですよ。香港ですよ。渋じゃないかな。渋？渋って何？カビ？ステナ？和骨？後ろはブルースクリーンなんですね。そうです。グリーンのスクリーンでやってます。種だと思うよ。本当に。てか、ここを取ればいいだけだよね。いたな。はい、いけた。こんばんは。ワンショットいくらでやってるの？うん。通常ワンショットは今12,000円でやってます。12,000円、27,000円。で、そっから50,000円。で、50,000円いったらもうやめてます。はい。香港から配信なのかよ。そうですよ。香港ですよ。はい。残り4分。残り5分ぐらいか。ちょっとリラックスできる。みんなからのコメント返そう。楽しいんですよ、これ。なんや、香港配信か。よく干し柿。干し柿なんて手に入ったな。そうなんですよ。イオンがあるんですよ。皆さん、香港バカにしたらダメですよ。香港は日本大好き万歳なので、日本の食が普通にそこら中にあります。で、ここでね、何島？カウルン島？クーロン島の方だったら、なんか、なんていうところだったかな。なんかショッピング街があるんですよ。シティモールか。シティモールっていうところがあって、そこはどうも昔、大英だったかな？大英かなんかで、偉いさんと、隣でも働いてて頑張ってた人が、なんか自分で経営してやって、本当にきっちりされてるんですよ。日本風に。だから全部品揃えとかもすごい良くて、しかし高いっていう。はい。なんで日本語うまいのよ。ありがとうございます。日本語は、ヘレン師匠から習いました。はい。ナンシーみたいに FX 詳しくなりたいわ。ナンシーですね、本当に、自学で勉強したんですよ、FX。あ、そうそう、みんな、アノマリーって知ってる？はい。3月っていうのはすごい相場動くみたいですよ。だから FX ももちろんバイナリーでも稼げる月っていうことで。なんで、そんな月別でなんかあるのっていうのは、まあ、相場の動きがえらいことになるんですけども、3月と11月だったかな、あとは。でも3月はすごいんですよ。そう、この本結構好きなんだよね。で、あとはゴールデンウィークもちょっと動くみたいな、パニックみたいな。日本史、日本語、日本史、日本語って難しいよね、難しい。漢字とか、なんか敬語とか使えないんですよ。だからもともと、ナンシーの昔の、めっちゃ昔の動画見たら、ナンシーめっちゃ猫かぶってるみたいな感じなんですけども、めっちゃしんどかったです。言葉。なんで関西弁で日本語覚えちゃったの？ベースがもう、吉本とかそっち系なんで、はい。1日マックス何ドルプラスになったの？今はですね、だいたい、この2日ぐらいは3万プラスから4万プラスだったかな。で、今日5万プラスでした。はい。徐々に資金額に応じてこう増やしていってます。ヘレン師匠って。しかし食べてばっかりやな。そうなんですよ。アノマリ知ってますよ。アノマリね。うん。計算とか、なんとかだろうね。計算とか、なんとか。わかんない。ナンシーちゃん、今週もライブありがとうと。ありがとうと。来週も楽しみにしてます。バイカッパさん。ありがとうございます。来週も、はい。多分、週3回になると思うので。一番すごいのは何ですか？一番すごい何ですか？手法ですか？最近はやっぱストキャスかな？ストキャス。あ、でも今まで過去で一番長く利益出したのは一目均衡表ですね。はい。と平均足に合わせて順張りのトレードでした。これ、それ2ヶ月で60万。え、1ヶ月だったから60万増やしました。それにしてはまともな配信だな。ありがとうございます。トランプの発信注目してます。全然注目してない。もうやってしまえって感じです。はい。Sell and May。そうです。Sell and May ですよ。あのまり読んでます。トランプのことをどう思う？トランプ、正直ちょっと、もうマジかよ、みたいな感じだったんですけど、もうなったからには、頑張ってもらわなくちゃダメなんで、
もうしっかりやってくれって感じですね。はい。和骨です。肌綺麗。嘘、肌やばいんですよ今。臭い豆腐食べた？あれは食べれない。龍之介参上。遅いですよ龍之介さん。おつっていうかファンダメンタル気にしてないでしょ。ファンダメンタルは雇用統計ないとですね。で、あと残り20秒なのでちょっとささっといきます。来週の、金曜日10日、はい、あ、来週、うん、10日、雇用統計10時からライブ放送するので、みんなナイアガラのように、あの前回は語れてるので、ぜひあなたもお越しください。ナンシーのブログ見に行ってね。また今はまだ記事アップしてないけど、またアップするので、はい、ということで、じゃあね、ありがとう、バイ。